別の馴染ませとかを、プラットイーズの企画&サービスグループの土屋と申します。今回弊社のブースで展示させていただいているのがコンテンツ情報ナビゲーションアプリのエラベラーというアプリになります。来月の末頃には、一般ユーザー向けに、オープンするアプリになるんですけども、既存のメニューになかった、新しいメニューとしましてはおすすめ番組の詳細画面に視聴方法はこちらというボタンが追加になりまして、そちらを押していただくとそのおすすめ番組を見られるプラットフォームをご紹介するサービスになっています。こちらのアプリでご紹介している番組情報は毎月約1000本になりまして、チャンネルをまたいでさまざまな番組をご紹介させていただいております。機能といたしましては、検索機能がありましたり、こう SNS のボタンがあって、SNS で、お客様が気になった番組をお友達にシェアしていただくことも可能になっています。他には、カレンダーに登録して視聴のリマインドをして見逃し防止などにもお使いいただけるアプリになっています。そのアプリの宣伝用といたしまして Facebook のページも昨おとといオープンしております。そのエラベラーにはリモコン機能がありまして、今出ているのがチャンネルのロゴの一覧になるんですけども、見たいチャンネルのチャンネルロゴをスワイプしていただくとチャンネルが切り替わるようになっています。こちらがレポモという視聴率分析のウェブサービスになっていま す。今画面に出ているのがリアルタイム集計の画面になるんですけども、15秒ごとに視聴率のデータを表示さ視聴率の動向を表示させています。こちらは生放送の番組の管理などに向いていまして、例えば通販番組で視聴率がちょっと落ち込んできたなっていうことであれば別の商品にコーナーを切り替えて様子を見るなどといったところにお使いいただけるかと思います。こちらのレポモンのサービスですが、チャンネル様やケーブル局様からいただいた視聴率のローデータをレポモンに取り込んでさまざまな分析データを吐き出せるサービスになっております。こちらがおすすめ番組情報サービスというものになりまして、ケーブルテレビのセットトップボックスのポータルメニューを利用したサービスになります。今画面に出ているのがおすすめ番組ナビというメニューになるんですけども、ジャンルごとにさまざまな番組をチャンネルをまたいだ形でご紹介するサービスになっています。中の画面に移りますと番組の詳細情報がご覧いただけるようになっております。静止画だけではなく動画も合わせてご紹介することでよりビジュアル的にご覧いただいて、その番組をよりリアルに、ご覧いただけるような形になっております。